っぱり憧れるな。だってもう14歳だし、恋愛にだって興味あるし。覗いちゃダメだよ。っていうのが思春期で、今もちろんなんか14歳だからいろいろ出来事とかあって、それに今の自分を映しているような感じの DVD なんで、そこで寂しい表情とか悲しい表情とかすごい笑顔の表情とかいろんな私が映っているので、それをぜひ皆さんに楽しんでいただきたいと思います。はい、シャボン玉で遊ぼう。走ろう。
帰る。ううん、大丈夫。ちょっとね、冒険しちゃった。